はい、で今日はちょっと響いた。よし、ちょっとなんかエッチな感じですよね、こんな夜に。はい、で今日はちょっと珍しい自販機があるということで来ました。米粉スイーツを買おう。こちらです。なんかいろいろありますね。楽しみにしちゃう。こんな感じです。ちょっとあんまし喋りすぎると迷惑なんで、本当に住宅街の中にあります。どれにしようかな。あ、これか。お、切りきた。こんな感じです。もう一つね。24時間対応という形で自販機を、出しているということで、クオーレっていう名前のお店ですね。イタリア語で心っていうことなんで、でなんかこの、まあ、あのパンというかスイーツ、米粉を使ってるということで、あのおそらくもちもちなのかなと。もちもちか、もちもちかなと思いますね。だからまあ以前回ね行ったどら焼きのお店も、自販機ですねもう米粉を使ってるということで非常にもちもちだったんで、ちょっとね今回のこのスイーツ系もね楽しみかなと思いますね。ちょっと家帰るまでちょっと時間ありますけど、もうしばしもし手袋でね開けてみようかなと思います。でこれですね、この先ほどの一発でこれ150円だったやつですね。米粉ビスコッティチョコグラーノグラングラチョコグラグラノーラチョコグラノーラチョコグラノーラですね。はい、これねなんか150円なんですけど、ランダムでこのいろいろ種類が出てくるらしいですね。はい、本当に慣れない、名前かなと。好きな人はね
こういう女子とか多分詳しいかと思うんですけど、僕はなかなかこういうのはねダメなの。結構ねごっついですね。結構ごっついです。もうこれね、ティータイムにすごい満足するぐらいのサイズ感ですね。ちょっといただきます。うん、うん、あ、うん、うん、まだサクサク加減がいいですね。結構ごっついですね。うん、サクサク感と中にチョコレートが入ってんで、うん、美味しいですね。なんかサクサク感のあるビスケットみたいな。うん、でちゃんと味もしっかりしてるんで、これとなんか紅茶とかオレンジジュース、まあなんかそういう系で攻めたら美味しいかなと。十分ね150円の価値あるかなと思います。で続いてがこちらですね。うん、米粉シフォンケーキ塩バニラ味。はい、これ200円でしたね。何種類かいろいろあったんですけど、一番上の200円のこれ塩味なんですね。この夏のシーズンとかすごい良さそうな。じゃちょっといただきますね。あ、もうね触った感じで、ね、すごいふんわりしてるんですよ。カステラより伝わりますか。すごいふんわりしてる感じです。でちょっといただきます。失礼します。うん、あ、あ、なるほど。うん、カステラに近い感じなんですけど、うん、まあ、カステラに近いっていうか、まあ、うん、カステラに近い形だけど甘さ控えめ。うん、ねえ、まあ塩バニラっていうことで、塩ってことで抵抗がある人はいるかもしれないですけど、意外と塩気さがないですね。逆に甘さちょっと控えめみたいな。うん、うん、これはねお子さんとか特にいいかもしれないです、これ。うん、あ、これ美味しいわ。うん、で結構やっぱひんやりしてんで、うん、いいですね。うん、美味しいですこれね。さっきのね本当にこの今もないですけど、このねしなり加減が伝わりましたかね。うん、で今ねずっと食べてるんですけど、飲み物なくてもまあどうにかいけるということなんですけど、大体でも普通飲み物ないと食べれないとかあるんですけど、これ意外と喉越しがいいというか、やっぱ米粉なんですかね。米粉なんだからこうやって普通に飲み物なくても食べれるのかな。うん、うん、美味しいです。うん、というわけでね、ぜひ皆さんも行ってみてください。庭瀬の、ハローズさんの隣の方に、隣にありますね。はい、ぜひ行ってみてください。それではまた。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。